まるまる散歩、日立市東海村の素敵なお店。そんな中から今最も気になるお店に茨城大使の林家まるくさんが突撃。魅力を探ってまるまるご紹介します。はい、こんにちは、林家まるこです。今日は日立高駅から車で3分のところの場所にやってきました。伺うお店はこちらです。どどどどん、稲田スタジオさん。素敵な写真がいっぱいですね。なんか幸せに溢れてますね。お、ウェルカムボードにしっかりまるまる散歩林家まるこ様書いていただいております。嬉しい。今回まるちゃんがやってきたのは日立市四国町にある写真スタジオ稲田スタジオ。稲田スタジオの稲田ご夫妻です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご夫婦でやられてるんですね。はい、いや仲良し。ありがとうございます。日立で一番だと思ってます。日立で一番仲良し夫婦見つけました。すっごい素敵なスタジオなんですけど、はい、どのぐらいやられてるんですか？僕で3代目に。3代目3代目だ。じゃあ100年近いんですか？70、多分僕で5年。すごい。僕があと25年元気でいれば、はい、いわゆるまあ100年、まあ、企業っていうことではないですけど。企業ですよ。そうそうないですよ。いやだから本当にあの周りのお客様のおかげだと、はい、本当それは最後もう父もおじいちゃんも、はい、お客様に感謝しろって言われながらこう育ってきたのもあって、おかげさまでまあ入れる。なんか見させていただいた写真がなんか、はい、なんだろう、みんな自然な家族写真でいいですよね。いろんな動きのある表情も豊かで、はい、なんか日常の本当一コマを切り取った愛ある写真館だからこそね、こういい写真が撮れるっていうのは。こんなやっぱ写っちゃいますもんね、写真にね。そうなんで、写真の真は真実、ね、おっといいこと言った。でそこに僕たちは心写真ってシーンだと思う。そういうなんかちょっといいこと言いましたかね。いいこと言った。じゃ今のカットで。あれあれおかしいな。やっぱ僕たちがあの仕事させていただいてるならやっぱり、うん、その家族らしさを。らしさ。うん。いいんです。あのもうこうやってしっかり撮りたい家族が入ってきた瞬間、自分たちもよし、じゃあ今回はあの背景で行こうって。やっぱりもうカウンセリングじゃないですけど、もう推理ですよね。でも実際上がってもらうと、お父さんがすごいお茶目な方だったり、それ引き出したいな。もっとやっぱり勉強して、まあ、上手くっていうか、お客様にこう喜んでいただけるお写真をこう世に配信できるような、ほんとちっちゃいお店のね、良さっていうか、なんかこう、そういうのも活かしながらと思ってさせていただいております。そんな素敵なご夫婦の愛情たっぷりの写真スタジオ、まるちゃんは外の光も降り注ぐ明るい2階のスタジオへ移動して、早速撮影体験スタートです。ありがとうございます。そうしましたら、少しあのライトの方にお体をちょっとこう、こちら側ですね、はい、ありがとうございます。で、そのまま正面にプッと見て、ニクリ見て、ニクリ見て、ニクリ見て、ニーちょっと見て、そんな感じで、そんな感じでいきましょう。まるこさん、すごいお肌綺麗だね。ありがとうございます。ビューティフルライトですから。すごい、ビューティフルライフじゃない、ビューティフルライトですからね。すいません、やばい、面白い。もうだんだん口元ほぐれてきました。なんかもうときめく、あの、乙女みたいな。ちょっとすごいね、僕言われる、気持ち悪い。でもやっぱポージングをしなきゃいけないんで、あ、そんな、あ、口元、さあ、素敵、よし、今行くぞって言ってやっぱしゃった。今度ね、リモート準備しときますわ。アラフィフなんですけど。素敵、その顔でいきます。いいね。あ、そんな感じ。さあ、お願いします。さあ、じゃあさっきみたいに今度はあの少しこう、ひらーん。ひらーん。いいですね。さあ、お願いします。撮影中に僕の師匠が、恋をしろと、女の女性を撮るときにはもう好きになれと、はい、っていうことを教えてくれたんです。なのでこの限られたあの2時間を、そうすることによってお互いが打ち解けると。なるほど、まあ、僕だけの片思いっていうこともありますけどね。いや、もう両思いです。ありがとうございます。精神全霊。すごいな。すごい汗で、でもやっぱりね、プロたるもの汗をかかず仕事はできませんので。いい名言だ、名言。ありがとうございます。稲田さんの人と写真への情熱と楽しい会話で、まるちゃんの素敵な表情とポーズが自然に引き出されていきます。何気なく撮影された一枚一枚に光と影を巧みに扱うプロの技が込められています。まるちゃんも大感激。
愛情を込めて一枚一枚を取られるという。そうですね。なので自分たちもなんて言うんでしょうね、こう予約の枠も決して詰めることをせず、はい、そのご家族にとってはあのもう一生の中で何回もないイベントだなと。そうですね。そうですね。はい。それをやっぱそういうふうに詰め詰めにしてしまってぐずったから、あでも待ってますよってちょっとじゃあ気分転換しようかって、とお客様ファースト、お子様ファーストでこちら写真館に合わせないっていうことなんですかね。そうです、いいんですいいんです。写真でね、宝物だし財産だし、はい、ね、もう生涯何世代にでも渡ってね残るものですからね。そうなんです、マルコさん、僕も本当に今の宝物っていうふうにおっしゃっていただけたじゃないですか、ね、僕の中に大好きな言葉に一枚の写真があなたの宝物にっていう、父がこれはあの残したメッセージで、やっぱ形をとしてこう見れるっていうのは、あやっぱそれって写真かなって思うんです、ぜひ、ね、試しに1回、ね、来ていただければこの良さが分かりますので、ぜひ皆さんお気軽にお越しください。お待ちしてます。ありがとうございます。待ってます。一組一組丁寧に時間を取って撮影をしてくれる完全予約制の写真スタジオ稲田スタジオ、すべてはお客様の笑顔のために。日立内の幼稚園や学校の卒業アルバムなども撮影している地域に根ざしたスタジオです。